クリストファー・ニューポート、クリストファー・ニューポート、A、クリストファー・ニューポート、1561年頃 -1617 年は、イギリスの水府で、市略船の乗組員であった。1607年に、バージニア会社のスーザン・コンスタント号の船長として3隻の船を引き、後に、アメリカ合衆国の一部となる、バージニア植民地に、イギリス人入植者を運んだ。 この入植者たちは、インディアンの領土における最初の高級的なイギリス人入植地、ジェームズタウンを設立したことで有名である。ポーハタンインディアンの土地にジェームズタウンが入植されると、入植地とイングランドとの間を物資を運ぶために、数度航海し、1609年には、新しい補給戦士ベンチャー号の船長となっハリケーンにあって、バミューダ諸島で難破した。 この出来事でイギリスはバミューダの高級的入植を始めた。この軍島、バージニア会社の提督でやはりシーベンチャー号のナンパに遭遇て生き残ったジョージ・サマーズ教にちなんで、公式にはサマーズ諸島としても知られるは400年を経過しようとする今でもイギリスの海外領土以前は領有、俗領あるいは植民地である。ニューポートはおよそ20年間、 カリブ海近辺でスペインの貨物船を襲う試略船に乗り組んだ。これらの任務で得られる略奪品は試略船を仕立てたロンドンの商人と分け合った。長い間一連の試略船、リトルジョン号、マーガレット号及びゴールデンドラゴン号を指揮した。1592年8月、アゾレス諸島沖でポルトガル船、マドレでデ,ディオス号を捕獲したが、これはこの世紀イギリスでも、 最大の略奪となった。イングランドの港に戻った時は500トンに及ぶ、香辛料、絹、宝石の原石など宝を運んできた。1605年、カリブ海での任務の後で、イギリスに戻り、外来の動物に魅了されていた、ジェームズ一世への贈り物として2匹のワニーの妖精と1匹のイノシシを届けた。1606年に、ロンドンのバージニア会社がニューポートを雇ったのは、 その経験とともに評判を買ったものだった。この会社は、ジェームズ一世からバージニア植民地に入植地解説と所有権を認められてた。もちろんこれは、地元のインディアンの預かり知らないことである。1606年12月、ニューポートは、ロンドンからバージニアに向けて出港した。三隻の船スーザン・コンスタント号、サラ・コンスタント号と言われることもある。 ゴッドスピード号及びディスカバリー号3隻の中では最初はカナリア諸島を経て大西洋を異常なくらい長い144日かけて渡り現在チェサピーク湾として知られるところの湾港南端で神聖に到着した現在のジェームズタウンに向かう前の1607年4月26日総勢105名の男と少年たちが上陸した ニューポートに引きられた男たちの一体がその地域を探検し、南の岬をジェームズ一世の長男で皇太子のヘンリー・フレデリックにちなんでケープ・ヘンリーと名付け、北の岬はヘンリー王子の弟・チャールズにちなんでケープ・チャールズと名付けた。この4日間の遠征の間に、現在のアメリカの大地では初めて入植者たちが民主的な選挙を行い、 陪審員による最初の裁判もいて、ジョン・スミスに反逆罪を宣告した。現在は、ォート・ソーリーとなっている場所にあるケープ・ヘンリ記念碑の一近くに十字架を建てた。この場所が後に最初の上陸として知られるようになった。そこは現在ファーストランディング州立公園となっている。陸地が見えてから間もなく、バージニア会社が密封して与えていた命令書が開かれ、 それには植民地委員会を統率する一員としてジョン・スミスが指名されていた。大西洋を渡る航海の間、スミスは甲板の下に監禁されており、貴族のウィンフィールドによって反乱を否得したと告発されていた。この告発に対応してスミスはニューポートと共にイギリスへ送り返される予定だった。到着後、 入植者の集団は、船で、チェサピーク湾に入り現在のハンプトン市にある、オールドポイントコンフォートまで進んだ。それに続く日々で、船体は命令書に規定される、入植地に適した場所を求めてジェームズ川を遡り、内陸に入った。ジェームズ川と最初の入植地、ジェームズタウン、当初は、ジェームズ式と呼ばれたが、ジェームズ一世にちなんで名付けられた。スミスは、 ニューポート船長と共に、ポーハタンフリュ、間もなくジェームズ川と呼ばれるようになった大阪のぼって、リッチモンドまで探検した時に有能であることを証明したので、ジェームズタウンに到着してから数週間で委員会の指名された席に着くことを許された。1607年5月14日に到着して、委員会の議長エドワード・マリア・ウィンフィールド船長が、ジェームズタウン・アイランドを 入植地に選定したが、これは、バージニア会社が、新世界に植民地を建設しつつある、他のヨーロッパ諸国、中でもオランダ、フランス及び特にスペインの外洋航行が可能な、海軍から容易に守ることができる場所を選定する、要入植者たちに忠告してたことが、大きな理由だった。この島は、京ジェームズ川と呼ばれる川の浄化流を、見渡すことができ、 敵戦を避けるためには十分内陸にあった。この土地の近くの川は十分な深さがあって、開拓者がその船を闘病することができ、しかも必要な場合は容易に素早く出発することもできた。この場所のさらなる利点は一体を領土とするポーハタン連邦と同盟しているインディアン部族の勢力外だったことだった。インディアンたちが なぜこの場所を占領していないかはすぐに明らかになり、その住むには適していない条件が、入植者たちを厳しく災難だ。ジェームズタウンアイランドは、沼地の多い地形であり、さらにもっと大きな地域で餌を漁ることをこの鹿かや、熊のような獲物を狩ることができる可能性がなかった。入植者たちは、ちっぽけな半島で見つかった大なりこなりすべての獲物を、すぐに狩って殺してしまった。 定置の小宅地は、蚊や、その他空気伝線の薬病に汚染されており、潮石の影響を受けるジェームズ川の汽水、気水は、飲料水とするには適していなかった。最初の三隻の船でやってきた白人入植者たちは、ジェームズタウンで見出した生活環境に対して、十分な準備ができていなかった。彼らは主にイギリスの農夫であり、他に、プロイセンで雇われたに、三人のドイツ人と、 ポーランド人のキコリがいた。多くの者は、塩水の毒性にあたり、熱病や赤痢に感染した。結果として、初期入植者の大半が病気と上で死んだ。ジェームズタウンの近辺に、住人はいなかったが、5月14日に到着して2週間も、経たないうちに、パスパフェグ族インディアンの襲撃を受け、入植者1人が殺され11人が負傷した。6月15日までに、 最初の三角形をした、ジェームズ砦が完成した。1607年、ジェームズ川と名付けた川を遡る、最初の探検を引き、ポーハタン族の州長、パラハントと初めて出会った。ニューポートは当初パラハントが、最高位の州長、そんなものは存在しである、ポーハタン集長、すなわち和スナコックだと誤解した。ニューポートは、インディアンの社会も、 イギリスと同じく君主制だと思い込み、パラハントやワフンスナコックを部族の王か、主張だと思い込んだ。ニューポートは植民地を拡大するためにインディアンを懐柔しようと考えた。このため、ポーハタン州長を最高位にある王だろうと思い込み、もったいぶったセレモニーを開き、ワフンスナコックに儀礼用の王冠を被らせ、インディアンの友好を得るために、 多くのヨーロッパからの贈り物を贈呈した。この茶番も、ポーハタン族との友好が小さなジェームズタウン、植民地のありに不可欠であると判断した、ニューポートの政治的アイデアだったのである。1607年6月、ジェームズタウンでの最初の砦が完成してから1週間後、ニューポートは、数在コンスタント号に、非鉄鋼、愚か者の金や他の貴重と思われる鉱物を積んで、 ロンドンに帰った。あとには104人の入植者と彼らに使わせるために、ちっぽけなディスカパリー号が残された。ニューポートは続く18ヶ月間の間に2回、イギリスから補給物資を持って、ジェームズタウンを訪れた。これらは、第一および第二補給任務と呼ばれている。作物を育てインディアンたちとも交易するという初期の意図はあったが、なんとか生き残っている入植者たちは、 補給物資に依存するようになった。このジェームズタウンへのイギリス人上陸をきっかけに、続々と入植白人の侵略が始まり、白人たちがインディアンの土地を散植していったことで、その後37年間ほとんど絶え間のない紛争にかかっていく。ニューポートはシーベンチャー号の船長かつ第三補給任務の副提督として1609年に4度目の アメリカ行きを行った。しかし、旧石の船体は大規模で3日間も続く。嵐に見舞われ、バラバラになった。任務の機関シーベンチャー号は新しかったが、抗菌具材がなくなっていたのでザルのように水が漏れた。指揮をとっていたジョージ・サマーズ・卿は、船の沈没を避けるために慎重に暗礁に乗り上げた。シェイクスピアの劇、テンペストにヒントを与えたと言われる出来事で、 乗客と乗組員は、なお悩ましいバームージーズ、バミューダ諸島に座礁していることが分かった。シーベンチャー号には、ニューポートとサマーズの他に、トマス・ゲイツ、ジョン・ロルフ、ウィリアム・ストラッチー及びシルベスター・ジョーデインなどの、著名な乗客がいた。バミューダは一世紀前に発見されたものの、船乗りたちが何かを施そうとすることを避けていたが、この出来事で、高級的な植民が始まった。 バミューダは西インド諸島や北アメリカの大西洋沿岸からヨーロッパへ帰る歴史的な経路上にあり多くの水夫が失敗し数多い船がシーベンチャー号より前の一世紀にバミューダの暗礁で難破ていたのでこの諸島には悪魔の島という別名もあった最終的にシーベンチャー号の生存者150名の入植者と船員及び犬一匹は シーベンチャー号の部品と現地に豊富にあったバユーダスギから小さな船デリバランス号とペーシャンス号を作り直した。これら2隻で生存者の大半を乗せてジェームズタウンに向かったシーベンチャー号の搬送救命ボートでジェームズタウンに向かおうという無分別な航海の結果多くの者が死に他にバミューダで死んだ者もおれば生まれた者もいた。二人の男カーターと ウォーターがバミューダに対するイギリスの領有権主張の目に後に残された。計画よりも10ヶ月遅れでデリバランス号とペーシャンス号がジェームズタウンに到着すると第三補給任務の物資大半を運んでいたシーベンチャー号の失敗に他の要素も加わって1609年秋から彼らの到着した1610年5月までを過ごした入植者の80%以上が死に耐えた。 ことを知った。ニューポートとシーベンチャー号の生存者は、ジェームズタウンの生き残りたちと分け合うほどの物資を持っていなかった。双方の集団はイングランドに戻るしか選択肢がないと感じた。数週間後、船に乗って川を降り始め、ジェームズタウンを捨てた。しかし、彼らがマルベリーアイランドに近づくと、イングランドから新しい補給任務を持って川を遡上する船に出会った。 追加の入植者、一人の医者、食料、物資を持ってきた、この集団を主導していた新しい知事第三代、デラウェア男爵トマスウェイストは、残っていた入植者を思いとどまらせ、植民地を捨てる計画を捨てさせた。植民地はまだ食料が非常に不足していた。何かあったとしても、デラウェアと共に到着した隙ラを抱えた者たちが、加わって時代は悪化した。サマーズは、 ペーシャンス号でバミューダに戻り、食料を得ようとしていたが、豚肉の過食で死んだ。サマーズのおいでペーシャンス号の船長がジェームズタウンではなく、ライムレジスに戻った。チャードという三人目の男がカーターとウォーターと共にバミューダに残った。シーベンチャー号のナンパ以来、バミューダ、この諸島が現在呼ばれている名前では、サマーズ諸島を 実質的にところしていたバージニア会社は1612年の第三直挙で公式の支配権を与えられ、バージニアの領域はこの諸島を含む大西洋に広がった1615年に支配権はバージニア会社の子会社、サマーズ諸島会社に渡れた。ニューポートはもう一度ジェームズタウンを訪れたが、それが最後の来訪となった。この時、 ジェームズタウンとバージニア植民地の永続性のために、鍵となるものをもたらしたということについては、知るよしもなかった。シーベンチャー号のナンパを経験し、生き残った入植者の中に、その妻と息子が死んだ者がいた。その名は、ジョンドルフといった。彼の所有物の中にまだ試したことのない新種のタバコの種があり、またやはり試したことのない商売のアイディアがあった。 ニューポートと共にジェームズタウンに到着するまでの旅路に、続いて短期間のうちに長く苦痛を伴う回り道をしたが、その所有していた甘い香りのするタバコの種を栽培することに成功し、輸出した。彼のタバコに関するアイデアと仕事は、植民地の経済の成功を保障する換金作物となった。数年後、1613年から1614年、ニューポートは、 イギリス東インド会社のためにアジアに向かった。東インド諸島に向かう公開途中の1617年、ジャワ島、現在のインドネシアの一部で死んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。